なくなればいい。静か千年桜。つらい、苦しい、憎い、何もかも滅べ。今までは横島なき空覆い尽くしてしまう。俺、神の戦士、この地に明るき太陽取り戻す。タムタム VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。Thank you.
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。気づけばタムタムは見知らぬ景色の中に佇んでいた。異界の光景と浄化の光はすでに消え、代わりに美しい桜が辺り一面を包んでいる。驚いたのもつかの間、彼は慌てて石を探し始める。桜吹雪に包まれながら一昼夜必死に辺りを捜索し続けたタムタムであったが、結局パレンケストーンは見つからなかった。こわばる指で仮面を外したタムタムは木陰で大きく息を吐く。この激闘で仮面にかなりの力を吸われ、体力は限界寸前まで来ていた。果たして自分はこの異国の地で使命を果たすことができるのだろうか。胸に刺す不安を振り払うように、彼は大切な故郷を思い浮かべた。聖なる石を失ったために村では今も多くの人が苦しんでいる。愛する村を救えるのは神の戦士たるタムタムだけなのだ。大切なものを守るため、タムタムは再び立ち上がる。パレンケストーンを探し出し、再び村に平穏を取り戻すために。